こんにちは、タケです。タケの、180度倒立中チャレンジです。この動画は2017年までに180度開脚チャレンジをしたいと思います。来年ですね、来年の12月末までに。だいぶね、柔らかくはなってきたんですけど、この間とあんま変わらん感じですかね。結構練習はしてるんですけど、ちょっと停滞期になってるのかな、わからんですけど、あんまり体硬いですね。で、早速ほな見せたいと思います。あんまりね、柔らかくなってないですよね。まあ、前で言うたら前とあんま変わらん感じですね。ギリギリここつくかつかないぐらいですね。で、前とかも広がるんは広がるんですけど、その何やこれ前の方、これ相変わらずこの辺硬いっすよね。で、横もここもだいぶこうつくようにはなってきてるんですけど、でも全然なんか硬いっすね。で、こう骨盤からこう前に、ま、こう曲げるんじゃなしに骨盤からこう行きたいんですけど、骨盤がまだ硬いですよね。この辺がもうちょっとこう前に行けばいいんですけど、こうじゃなしに、前じゃなしにこれでいいかなと思うんですね。ここ自体がねまだ硬いんで、ちょっと結構時間かかるかもしれないですね。初め結構1ヶ月は結構柔らかくなるのが早かったんで、もっとトントン行くかなと思ったんですけど、あんま意外にいかないですね。まあでもまだね、来年の12月まであるんで、練習しておきたいと思います。だから柔らかくしたいと思います。よければ、この辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、タケの180度開脚チャレンジでした。